我以前花过200的，然后现在200。昔前は200。おお、長いです。長いですね。ベテラン。レジェンド。何センチ？你花多长的板子？粗的，大概墨的，墨一直墨レンダルから。あ、もう分かった。何年生？你现在是几年级？3年级。三年生。あの子供たちの好きを選ぶときに、まあ、ちょっとちなみにですね、小学校6年生ぐらいまでは自分より短い。だからうまくまだまだ上達できなかったらこの辺まで好きで、だん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 長くなっていって身長を超えるのが、大体中学生とか、まあ、レベルにもよりますけど中学生とか高校生になると好きの方が長くなっていく。OK， 那当然选的板子的长度当然会依照你的等级跟你的能力，你花心的能力跟你的年纪有关。那基本上小学生通常刚开始都会大概是在到差不多到这里的长度。那当然年纪越来越大，到中学生应该板子都会超过自己的身高。当然有可能是能力的问题，不会到这么长。不过基本上。技术越好，越进阶了，你的板子会越来越长。啊，今あのスラローム用の165って言われたんですけど、日本で最もまあそのレベルアップの要はテクニカルの人たちの、デモファンの人たちのスキーのサイズは男の人が165、女の人がまあ155から60ぐらいっていうのは。まあ一番ポピュラー。OK， 那在日本的这些 pro rider、demo 的 rider 的世界里面，他们大概最红的、最多人用的 size 在男生大概就是165，女生大概就是155。那ゲレンデのこうピストの上で使うスキーっていうのは、やっぱり SL カーブ、カーブが12m から15mぐらいのサイドカーブ。那我们通常在一个的雪道内的滑行的 ski， 通常都会在它的 side car 大概就是12公尺的半径啊直径的 side car 的设定。だからまあある程度そういう思考で日本にスキーを日本でスキーをするとしてゲレンデでをしっかり滑るとしたら。そのサイズが一番使いやすい。对，如果是你在一般的滑道滑行的话，刚才提到的这个 Side Car 12公尺是最适合在一般滑道里面滑行的 size。でさっきも映像にあったんですけど、例えばパウダーをするレースをやるっていう時にはまたサイズが変わっていくんですけど、パウダーはまあ長さももちろん大事ですけど、ワイズこのセンターの。幅がどのくらいディープなパウダーほど、広い、うんうん、でゲレンデとミックスのゲレンデサイドを使ったりするのは、大体80ミリから、まあ、100ミリ以内ですかね80ぐらい、はい、でもっとバックカントリーもっとディープなところに行くんだったら、100ミリから、まあ、120、まあ、130までぐらいまであるんですけど、120ぐらいまでの間で。那我们板子当然还有另外一个规格，就是板子的宽度。那我们在一般的滑道里面跟，滑道侧边 side country， 就是滑道里面的 powder， 可能它会宽一点，那大概就是80mm 跟80到100。那如果当然你到 back country 到野雪到爬山上面的雪的话，基本上可能会到120。当然有人可能会用到130，那大概就是在120左右，这个是我们板子的宽度。だから例えば、ツアーに行ってレンタルして、今日はパウダーって時はそのサイズ、長さも、まあそのみんな店員さんが分かるから、それをチョイスする。今日はゲレンデ滑るって言ったら、サイズを、カーブがちょっとある、まあ、長さ165か55とか、まあ、チョイスしてそういう思考でスキーを選ぶとかするので。OK， 那如果我们下一次到雪场，那不管是自己要租或是朋友要租的时候，告诉店员的规格，基本上就是我们今天是要滑抛的，你就知道你大概要选120的宽度。那当然长度就是会有你的技术跟你的身高，那基本上店员都知道
看你的身形，他知道要拿多少的长度给你。那当然你可以指定你的宽度。那如果说你今天是去一个整雪滑道非常多的地方，你也没有要去滑抛的，当然你就可以选择一些 side cut 比较深的。那板子长度可能也许像这样讲的，男生大概就在165，均值165，女生15的这个规格里面去选择你要租的那个板子。でそのスキーであれば、こういうふうにスキーがたわんで、まあ、サイドカーブを使ってこうカービングで、まあ、雪を切っていけるような使い方ができる。OK、那因为やりやすいと思う。对，因为利用 side cut 的关系，我们让板子转弯，其实不是用身体去转它，我们是利用板子的特性，你去板子加重力量。把板子往下压之后，让它有 side cut 的那个幅度出来，这时候这个转弯自然就会成型。刚 carving 的时候自然就会成型，而不是直接转向，这个不是在转弯，那我们是利用 side cut 去绕。ちょっとでまた、OK， 那我们等一下回到。